はい、皆さんこんにちは。うちなじらの時間です。はい、今日はゲストじゃなくてですね、実は毎回ゲストお呼びしてるんですけど、なんとうちなじらにニューフェイスがね、来 ていただけましたんで、早速いろいろ2人でね、やっていきながら今日は進めたいと思ってますね。ということはい、でよろしくお願いします。お願いします。ちなみにカーズでカね。ズです。 はい、もう気楽に行きましょうね、気はい。楽にね。だけどいろいろ仕事を最初からやってもらってですね、つき始めということで、いつも毎回イベント情報やってるんですけど、カズがもういろいろね調べてくれたんで、ぜひここを紹介していただきたいと思います。じゃあ行きましょうか。はい。 まずは東村つつじ祭りです。これは3月2日からもう始まっちゃうんだね。そうですね。ね。20日までですね。もう30回迎えるんですね、これ ね。知そうらんみたいかっです。た。なんか10回ぐらいかなと思って。30回って30年前だよね。だかな？そんなに歴史あるんだね。全然知らんかった。失礼しました。ね。9時から一応18時ってことですね。東村つつじ祭り2日に山開きとオープニングセレモニーって書いてある。18日マラソン大会もあるんですね。はい、そうみたいです。これはどんな、なんだろう、わかんないね。わかんないですね。まあ、お問い合わせはつつじ祭りの方へ。じゃあ次 次次行きましょう。すいませんね、慣れなくて。じゃあ3月の2つ目ですね。子どもの国花祭り2012ですね。2月の11日から3月の11日までもう始まってますね。そうですね。で、今年のテーマは虹だそうです。花で虹を作るのどういう花祭りなのか。ね、でもすごいね、95品種っていうからね、すごいですよね、この花ね。数がね。ね、ちょっと楽しみですね、これは。初のフォトコンテストも行われるようです。そうなんだ。この園内を撮るってことかな、お花とか。これはどうなんでしょうね。ねえ。フォトコンテストしか書いてなかったので。なんかワークショップや講習会とか、まあ盛りだくさんですね。ってことはお子さんも遊ばせながらだけど、カメラ好きのお父さんとかもいけちゃうね。かもしれないですねね。え、ワークショップとかお母さんとかも好きそうですよね。はい。ね。 親子のとかもあるのかな。ねえ、いろいろありますね。次です。はい。あざまさんさんビーチ海開きフェスティバル。もう海開きだね。 そうですね。3月の18日に沖縄本島で一番早い海開きだそうです。そうなんだ。まあ、大きい貝。なんでしょうね。貝？未貝熟か。の摘み取り。面白い、これも。初泳ぎだけど、貝取ったり、もずく取ったりとかも しながら。そしてバーベキューも楽しめる。いいね、いいね。なんか沖縄ならではだよね、このもずくのつかみ取りとか。そうですね。 面白い。あざまさんさんビーチですね。なんか遊泳時間って決まってるんだ。まあ一応、9時から6時。みたいです。4月から10月まで泳げるみたいですそね。うですね。ってことはさ、18日に海開きで、4月からなのかな、ちゃんとしたのは。もう入っちゃっていいのかなんだろな。ね、どうなんだう。ろう。でも海開きしたら入っちゃうよね。入っちゃうと思います。ね。もう結構暑いよね、きっと3月18日とか。楽しみですね。次は沖縄国際映画祭。これもまたね、
毎年なんか楽しみなんだけど、うん、これはもうね、うん、沖縄に住んでたらみんな知ってるとは思うんですけど、はいはい、行ったことあります？ないです。私もないです。実は、はい、なんかお友達が国際映画祭のボランティアにね行ったとかっていう話は聞くんだけど、うん、行ったことないな。行ってみないといけない、ね、一度ぐらいはね、結構ゲストもほら内地から、内地っていうかメジャーなんていうの、芸能人の人とかも呼んで、ね、うん、呼んでますよね、芸人さんがね、いっぱい来ると、ね、そう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 、はい、去年も相当来てたような気がする。なんか、うん、芸人さん ねスポンサーがね吉本、あ、そっかそっかそうそうじゃあそうそうそう、もうみんな総出で来てくれるって感じ ね、あ、こちらの方も楽しみですよね。はい、コンベンションセンター、 あれなんかさ、去年とか美浜セブンプレックスとかあの辺でやってた気がするんだけど、今年はあれなんだ、コンベンションとか県内各地だそうです。ああそっか、うん、劇場のあるとこはまあ一応全部やってはいるんで、うん、うん、でいかに行ってないかが分かりますよ、そうですね、正直な質問失礼しましたみたいな、はい、もう皆さんよくご存知だと思いますがお出かけください。はい、ということですね。じゃあ次は4月のイベントですね、はい、第12回綾橋海中ロードレース大会、はい、4月の1日日曜日、うん、海中道路のマラソン、はいはいはい、気持ちよさそう ね晴れたらいいですね。そうですね、ハーフと10キロと 3.8があるんですね、はい、今まだ申し込み間に合いますってことですよね。24日までですね。あ、まだまだ来週ですよ。皆さんぜひ行きましょう違うよあ、何、ゲストスターターガレージセールなの？はい、書いておりますね。そっか、はい、よっしゃ、じゃあね、皆さんガレージセールさんも来てくれるってことでねぜひこちらも。海中道路ってほら海の上を行くから、はい、すごい気持ちよさそうですよね。そうですね、走っててね、はい、で向こうのほら伊平屋、偏座島とか宮城島とかこう多分コースで走っていくのもね、うん、いいと思います。街中のね那覇マラソンもいいんだけど、この海辺のマラソンいいよね、沖縄ならではだよね。そうですね、はい、今からいっぱい増えますね。宮古島でもトライアスロンですね、うん、ああそっかそっか、はい、では続いて、はい、琉球海援祭、うん、4月の21日、はい、日本で一番早い夏の花火大会。おお、はいはい、夏の花火大会になっちゃうんだよね、もう4月はね。みたいですね、すごいさすが沖縄ですよ、はい、ねえ4月に花火大会、そうか、宜野湾ですね、うん、開演祭、そう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 、そうだよ、いつもやってますよこれもね。そういえばね、私初めて知りました。なんかなんかやってたの、やってた気がする、でも見に行ったことないです。はい、これはチケットが必要なので。ああそうですか、はい、あ、ただ見に行けないんだね、うん、そうですね、はい、気をつけてください。そうですよ、行っても入れません、チケットを買わないと。そうです、ね、駐車券付きのチケットも売ってるんですね、うん、これがないと車止められないそうです。ああ、そうですよ、はい、皆さんぜひね、うん、車やっぱり必須だと思うので駐車券付きチケットを購入ですね。続いては伊江島ゆり祭り、はい、4月の21日から5月5日まで、うん、こちらも有名ですね。そうですね、ね、ゆり100万輪ですよ、すごいです、本当に100万輪ですのかな想像できないですね、ね、どんだけ島がもうほとんどゆり、ゆり、ね、ゆりそんな感じよね、すごい、うん、イベントなどもあるみたいなので、うん、あ、本当ですか、はい、はい、
こちら無料ですね。はい、色とりどりっていうことは、そうか、ゆりっていうと白って思い浮かべるけど、色あるよ ね、そういえば ね、ピンクもオレンジもね。100万本ですから、もう見渡す限りのゆりですよ。はい、行きたいですね、こちらもね、取材で行きたいね。実況中継とかしたい ね、こうやってね、違う、美味しいもん食べて ね、うん、伊江島って言ったら何、ピーナッツなんか有名ですね。ね、伊江島ピーナッツね、うん、あとは思い浮かばない、伊江島タッチュー、伊江島タッチュー。食べ物じゃないけど、タッチューでしょ、鉄砲よりでしょ。なんか前はあのほら会場をこちゅるちゅるちゅるって走る高速船みたいなのが伊江島出てたんだけど、うんうん、もう今やっぱり普通のフェリー、フェリーっていうので行かないといけないよね、伊江島。前那覇から伊江島あったんですよ。そうなんですか、そう、遠くないですか。、ね、ちょっと高速船でなんか会場を海の上をさ、ターってこうちっちゃく走っていく船があったわけ。じゃ見てて可愛かったんだけど、こう駒が走ってみて、うん、でもやっぱりね、ちょっとご利用人数が少なかったんでしょうね、ちょっとなくなった模様で、うん、はい、伊江島へはどこから行くんだよ、元部港、うん、上の方からですよ ね、でもね、で4月だから、あ、ちょうどゴールデンウィークですよ、でもね、そうですね、5月5日までって言ったらね、うん、でお休みの日にゆっくりあちこちこう巡りながら行くといいかもしれないね、うん、いろんな催しがあるからね、ということで、またあの3月、4月もいろいろイベントがありますのでね、ぜひ皆さんお出かけください、はい、でこれあの今バッグにも映ってますけど、あのこの情報はうちのあちらのブログ、しかもイベント情報というところに載せてますので、ちょっとトップページからですね飛んでいただけますね、ここのトップのこのちょっと下にずらしていただくと、ここですね、ここ、あ、私がはい、ここイベント情報を見るというところにね、クリックしていただくとページさっきの方に飛びますので、そちらからチェックしてみてください。ということで第2部は今日はあのスタジオ飛び出してね、ちょっと取材してきましたんで、その模様などもお送りしたいと思いますね、はい、ということで一言、一言じゃない、人なんていうの。どうしよう、なんかやってもいいよ。違うか。そっか、今から暖かくなって、うん、はい、外に出るのも気持ちいいと思うので、うん、いろいろたくさん、ね、出かけてください。はい、本当ですよ、うん、全部ほとんど野外のイベントですからね。そうです ね、もう夏です、本当夏です、沖縄も。そうです、はい、梅雨に入る前にね、うん、ぜひ遊びに行こうみたいな、はい、そうですんで、皆さんお出かけください、はい、はい。